よよい俺雑あいつもタイガロダウンカウンバケヤロこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いや俺おはよう。あ、おはようございます。ということでまずは乾杯かな。よいしょ、ういっす。よいしょ、えぇ、ーい。あれカズヤちゃんなんであれな、お酒じゃないん水ん、カズヤちゃん、お酒飲む。カズヤね、カズヤね。ビール飲めや。カズヤね、ビールアレルギーです。カズヤ、ビールアレルギーです。こんなやついる？ホストやってて、ビール飲め、ビール、最近、なんか、カズヤちゃんが、俺、カズヤビール飲まないやんって言ったら、俺、なんか、一回、病院行ったら、ビールアレルギーで、みたいな。なんか、ホップ系が悪いやろ。うん。らしくて。ビール酵母ね。意味わかんなくない？これって、高所恐怖症のパイロット、みたいな。なんか感じだよね。いや船酔いする船酔いする航海士みたいな、なんかわかる、なんかハゲてるのに美容師みたいなみたいな、なんかハゲてる美容師みたいな感じやんな。それは本当だって、男だけどキャバ嬢みたいな。ホストなのに給料ゼロみたいな。みたいな。いや、それなんか、一回そういうホストいるからやめて。それはそういうなんか、ホストくんいるからね。そういうホストくんいるから。だから、自転車欲しいのに、3歳みたいな感じだ。違う。違う。全然違う。グイナじゃない。全然違う。次っすか。それは全然違わない。ハエト次何。ポケットのないドラえもんみたいなもんやろ。うん、海に入りたいけど金槌なやつみたいな。いやそれ全然もうなんか全然もうそれ違います。もうなりわいとしてないから。そのなんか違います。そのよしコロスケみたいなもんやあいつ何もしないよ。とりあえずマシン殺すけているだけみたいな。とりあえずマシン前回遅刻したじゃないですか。あ、マシね。その間バリ話絶対いっぱいしたでしょ。あ、した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 え、たよ。もう一回やりません。もう一回やる。もう一回やる。あの CM までの Q の前半だけやりません。わし、ね、あの時だって忘れてたもん、ニコ生。あー、じゃあ我らがおじいちゃんしていい。我らがおじいちゃん、佐藤孔明、俺すごい仲いい、孔明ちゃんがいるんだけど、居酒屋行くんだけど、孔明ちゃん、前、なんか、旅行当日に、なんかまあ、集まるじゃん、みんなで。はい。その時に、なんかバス、そこから羽田まではバスだったんだ。はい、新宿でね。で、バスのところで、まあなんか、名簿確認して、いるよね、いるよね、いるよね、みたいな感じで、なんか、うちの、ゆうってやつがいるのよ。ゆうってやつがいて、あれこいあれなんか名簿乗ってないみたいな。航空券取ってないみたいな感じになってて。バス乗れないみたいな。あれ気まずみたいな感じになったのよ。バス乗れないみたいな。で、ってことは旅行行けないになるじゃん。で、あれ旅行行けないなーみたいな感じになって、社長が、あ、じゃあ、俺一回ゆうと残って、なんか、じゃあいいわ、なんかその、旅行行ってきていいよみたいな感じで。見送ってくれましたね。そう。で、孔明さんが、まあそういう手配とかしてるから、すごい、まああれやねん、もう、責任感じて、あ、確かに自分のせいで、みたいな感じになってんのよ。で、俺隣の席、もうバスだから、席隣が孔明さんだけど、孔明楽しみやなーって、全然もう喋んないの。なんか、来ました、あ、全く喋んないですよ、ね。そう、うんとか言って。で、その時に、で、空港着いて、羽田着いて、で、待ったのよ。時に、カズヤちゃんが、これ本当に不謹慎なんだよ。本当に不謹慎なんだけど、あんだけやらかして、もう言ういけない、社長いけないみたいになったのに、
コウメさんの T シャツ、アイラブグラムって書いてあるって。お前一番はっちゃけとるやみたいな。すごい反省する人間が、この T シャツ、アイラブグラムだったっていう。しかもまだバリだったらよかったけどね。まだバリに行くっていうのに I love Guam っていう書いてる T シャツってめっちゃ笑った。結果的になんか結果的に行けたんだけど、で結果的に最後あの航空券取れてね、なんか空き席があって一緒に行けて、あ、よかったよかったとか言って、ね、そう、それまで神戸さん全然喋んなくて全然喋んないのよ。で、しかも続きあるぞ、続き。そう、その U がミスで、神戸さんのミスでその人数に入ってませんでした、うん、でバス乗り場で U 行けなかったって気づく、うん、そこでコウメさん一回やむやむ。でもまあ他の人は行けるからみんなで羽田空港行く。そしたら今度は剛の名前が合ってないかもしれない疑惑で、今度あの航空券の引き換えの時になんか剛の、そう、剛のあのパスポートの名前と登録の名前が違うみたいになって、今度剛も行けないんじゃねみたいになって、コウメさんもっと青ざめる。そしたら今度は次カイ君が名字入ってない、あらあらあら、いけないかもしれない。もうしあの、そう、そっからコウメさんマジでグワーなってて、あの時のコウメさんマジでほんとマジで死にそうな感じ、クソみたいになってる。いや、うわーみたいな感じになって、で基本もうそのそっから一回バリ、あの日本から一回シンガポール経由してバリ行くんだけど、その時になんか誰もなんか3人も行けなくなる感じかと思いきや、みんな行けるようになったんだよね。そう、最終的にね。そう、最終的に行けるようになったよ。なんかいい感じに行けたんですよね。そう、行けるようになったよ。で、それまで全然静かったんだけど、いざ行けるようになったらシンガポール着いたよ。シンガポール着いたら、コウメさんが、チンコポール、チンコポールとか、はしゃぎ出した。はしゃぎ出して、お前まだ早えよとか。はしゃぎ出したよね。お前まだ早えよとか言って。え、そのチンガポール聞いてたんすか。チンコポール、チンコポール。チンコポール聞いてたんすか。あの、エスカレーター。エスカレーターね、あの、それわし、じゃあそれわし、こないだ、バリから戻ってきて、営業中にコウメさんが、俺みたいな。シンガポールで、チンコポール、チンコポールって叫んだんだけど、みんなに仕事されたんだよねって話されたんですよ。その時、まだ早えよ、コウメと。まだ早えよ、コウメ。聞いてたんすか？めっちゃ聞いてた。なんかでも、一回。でもみんながガン虫みたいな。そうね、仕方めっちゃした。仕方みんなめっちゃしたよね。で、コウメさん初日めっちゃ酒飲まされる。そうだね、そうだね。めっちゃ飲んでましたよね。だから初日の夜にみんな集まって、いや、こうやって、まあ、今日は何も忘れてみんな飲もうよって時にコウメさんめっちゃ焦れて、コウメまだ早いよ、何がアイラブグラムだとか言って飲まされ、え、なんでなんで出てきたの、これなんで出てきたの、今うわ、すごい力あるわこいつマジふざけてるわと思って、なんでこんなにぼやけてるの、なんでぼやけてるの、ユウが行けなくなってみんなうわ、マジや。そうやね。で、一人だって残されてる、ね。そうやね。集合したのに、ユウだけ残されてる。なんか、この格好してたから。そうやね、そうやね。で、なんか、なんか写真撮るとかみたい。写真撮るとか言って、みんななんか、え、いや、今そういう時じゃないでしょ、みたいな。バスの中で写真。そうね、そう。バス超暗かったよね。バス暗くてみんな。で、でも人だけこのアイアムガムだから、アイアムじゃねえわと思って。てめえふざけんな、何このぼや、ぼや、うわ、すげえなー、くそ笑ったんだけど、あれは、ほんと、死ね、めっちゃ笑ったね、死ねと思ったよ。マジで、お前、いや、あれはすごかったっすね、ほんとね。いや、マジで言ってやってくれたわ。ブレブレよ。コウメちゃん、マジやってくれた。3人ミスるってすごいですよね。しかもさ、マジで暗いんだよ。雰囲気暗くて、なんか集まって、なんか、じゃあ、鈴木取るから、なんか、こっからトイレとかもまだやめてね、みたいな感じになって、なんかこう約束の人がこう言うわけじゃん、こう待っててねみたいな感じで数えてた時に、あのカズヤちゃんがちょっとタイがちょっと一回みたいな、え、どうしたみたいな感じで一回呼ばれて、いや、この雰囲気じゃちょっと違うと思うんだけど、結構コメさんやらかしたやん、コメさんの T シャツアイラブグアムやねテンション一緒、なんでさ目の前がわしなの、じゃあこれ説明させてこれ知ってる、これライトがいなくなったやつ、これライトがこの紙に従業員の名前が全部書いてあるわけね、でこれ一人ずつ読み上げてるの、じゃあないか、あの読み上げてる時にユウの名前がないってユウの名前がないって言った瞬間の写真なんだ
西口だ。え、西口、西口だ。これ西口のやつ。えって言ってる。そうですね。これずっとライトが、うん、名前読み上げさや。私ずっと21人で行くって聞いてたのに、いざ新宿の西口に22人来たんですよ。ライみたいな、一人多くないみたいな。よし一回転校しようみたいな。さ、ユウの名前が最後までなくて。その時の孔明っすか。めっちゃ笑ったよ俺。めっちゃだね。なんかこの時ユウ、この時ユウとかちゃんとやったんだけどな。ユウ、ユウ普通になんかキャリーバッグ持ってなんかもう色濃くまんまなのよ。で名前言われなくて孔明さんめっちゃあれみたいなやったみたいなあれみたいな感じで、で社長もめっちゃ社長だから一回残って。まあ、行けなかったから、まあ、どっか。まあ、そうですね。だって22人で、ね、そう。言うだけ残るよって無理っすもんね。そう、慰安旅行、そうそう。言うだけ残る分に行かないから、社長も、じゃあ、キャンセルして、うん、で、一回一人言おうやと思ったら、こうやって普通に、めっちゃ反省してんだよ。喋んなくなって、でも、ここの TS、めっちゃアイラブクラブだった。お前、ふざけん出してくる、出してくる、出してくる。ごめん、ごめん何しとんねん、マジで。グアムさん、もう孔明さんやらかしすぎて、いやめっちゃ笑った、あれは笑った、めっちゃ笑ったよ、マジ面白い、孔明もう出てくんなとか、いやめっちゃ笑ったわ、一人もう一番テンション高かったからね、なんか T シャツでT シャツで一番テンション高かったから、こいつふざけてんなと思ったもんね。でも空港のあの、ユウが乗れなかった空港に行く行きのバスで一番はしゃいでたのタイガ君ですよ。一人で残り19人はバスの中でマジシーンみたいな早く発車してくれと。じゃなんかユウのあの行けないあの悲しい顔を見たくない。めっちゃ悲しい顔しましたもんね。そうそうそう、まあ、なのに一人で後ろから写真撮ってあげるキャッ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 とかやってたから。ちょちょちょ、あれね、お前孔明さんじゃん、孔明さんじゃん、何言っても反応しないでよ。なんかマジで なんで孔明ちゃん俺の手取り来たんぐらいの勢いだから、こいつ超喋んないと思って、今盛り上げないとなと思って言ってんだけど、全然もうみんな、みんな、ああ、みたいな。みんな、いやー、違うだろ、みたいな。そう、んで、コメさん、どこ座る、明日朝食何時なって言ったら、なんかあの、しおりみたいなんだけど、それをパッと渡してきて、あ、こういうことね。おい、コメ、てめえ、ふざけんなと思って、おい、マジで、俺、クソだったんだけど。でも、反省してるやん。反省してるけど、めっちゃアイラブ、興味あった。ダメだ、これ。これ一生ダメだ。これ一生じゃ、これ俺一個言いたいですけど、一個言いたいですけど、内容は、そう、やっぱこう空気を変えて、楽しませようっていう。そうそうそうやね。そう、そういう仕事あるじゃん。とりあえず、バスの中の画像一回出してもらって。あ、待ってな、バスの、バスの、やんでるやつ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 だ、そう。一回羽田までやろ。病んでる方の羽田までだよ。羽田向かう時の画像のとりあえずこのお店大丈夫とか幹部やばいっていっぱい出てるんですよ。もう一生孔明さんに旅行の経験を立たせない。もう立たせない。他がやる、他がやる。散々もうみんながうわ言ういけねえのマジでやばくない、いや待って言うバスの。でもとりあえず画像的には残さなきゃいけない。あ、それは本当にその写真を撮ったあのバスの画像がはいこちらです。お前楽しんでんじゃん。おい、タイが楽しんでんじゃん。何これ、チャゲアンドアスカみたいな。なんだよこのチャゲアンドアスカみたいな。俺もうめっちゃピンしてるやん。コウメさん、この手あるやん、この指俺の方やん。コウメさん死んでるからか。でもこの次やつあるやん、 T シャツはめっちゃ早いの向かう。で、これでみんな行けました。行けるようになった。ユウも来た。その時の写真。それで、その写真、その後、現地にバリに着いた時の写真が、こちら。写真が。くっそ腹立つな。くっそ腹立つな。メグリズムやってんじゃん、メグリズム。メグリズムやってんじゃねえか、ほんとに。メグリズムやってる。あんぱないね。とりあえず。ユウは行ってないんじゃないです。ユウは行けたんです。ユウ行けたろ。みんな行けた、みんな行けた。だから、アイラブグアムの顔ね、めぐりずにここにつけたよ、ほんと。おー、そう、基本、もう、結果みんな行けたのよ。うん、みんな行けたのよ。よかったっすよね。あ、CM 行こうか。うん、じゃあ CM。
あの、宴で負けた強し。いや、勝った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 。宴で負けた。あわよくば行けなくなった強しが。あ、そう。危ない危ない。いろいろあったんですけど、グアムじゃなくてパリ行けました。CM Q。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。あ、はいはい。あ、うん、行けたんだよ。なんで行けたかっていうと、本当に、その、飛行機の、あの、空きが、一席だけね。そう、二席あったの、社長の分と、あ、社長は元から取ってるんだよ。そう、取ってるから、一席だけ。一席であったらよ。で、それを、やっぱり、でも、それ頑張ったの、孔明さんなんですよ。そうやね。で、そんで、なんか、で、俺ら一緒に来たのに、孔明さんずっと、あ、いけるってなってから、あの、羽田で、外でずっと孔明さんが、その、社長と、ゆうのスタータクシーをずっと待ったのよ。うん、で、孔明さん今来ないと、あんたも行けなくなるけど、大丈夫みたいな話になって、いや、お、俺は大丈夫だけど、今ちょっと待ってるから、ちょっと待っててみたいな。あ、そうなんとか言って、なんか、なんときに、孔明さん、なんか、下のところさ、あの、登場口あるやん、その時にめっちゃ笑顔でこう来たから、ぐわーとか言って、くわー来て、あ、俺やってやった、俺やってやったみたいな、二人も来れたよみたいなね。そう、すごかったよね。でも孔明さんが残り一席を優のために予約取って、そう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 、うん、すごいよ。でも孔明ちゃん本当に一番良かった。だって9時20分発の羽田、うん、で社長と優が羽田に着いたの8時過ぎっすからね。そうそう、うん、ほんでなんか一緒に検査あって一応なんか通ってみたいな感じで、うん、もうコウメちゃんもう多分行けなくてもいいと思ったら多分な。途中から責任感じすぎちゃって、そうやばいやろ。アイラブクはもう行けないですね、このままで、ね。で、最後に聞いたらコウメちゃん何がやるかやばいやつ。俺もさ、ちょっと考えたんだけどさ、あの T シャツいつ着替えようかって。でもね、でもね、これまあまあ、バリついた、バリついた。タバコがみんな吸えなかった。ああ、ずっと、ずっと。タバコ吸えなかったから、そ、喫煙所で、とりあえず。あ、バリの喫煙所っすか、空港の。バリの喫煙所で、とりあえず一服の写真。あ、そう、とりあえずみんなで、うん、あのタバコ吸えなかったから一服しようの写真、ね、これ今ちょっと出るから、これね、みんな楽しそうや。あー、なるほどね。ちょっと孔明さんのアップもらっていいですか、これ、うん、孔明さんのいやいや、もう見えてる、ブラジャーしてるんもうここにブラジャー、孔明さんブラジャーしてるんですか、ブラジャー、なにこれ、アイラブガム、これバリついてみんなでタバコ吸ったんだけど、 A カップのブラジャーしてるんだよ、なにこれ、いやもう変態やん、ただの変態、かっこいいあるよ、ただの変態やん、今日相当にユーが入れてる、うん、あ、ユーが隣に、ユーこれ根性焼きしよう、根性焼きしようって、孔明さんに根性焼きしようとした、ほんとに面白い、ほんとそんな面白いシャメ持ってるんですね。で、まあ初日みんなでね、やっぱりみんな海行こう言うて。あ、そうだ ね。初日に。バー言うて海行って。海行きましたね。で、まあみんな、そう、マリンスポーツやった。ああ、そうだね。おのおの楽しんだ時の、孔明さん。孔明さん。腹立つわ、腹立つわ。まあ、何が腹立つポイントわかる一人だけ、ゴーグル持ってきて、ゴーグル持ってきてこいつ、こいつなんだよ、こいつゴーグル持ってきて、いやだから、そこまで楽しみにしてそれ、ね、理由が、あの、コンタクト落ちるから俺、ゴーグルをするねって言って
そこまで準備したのに言ういけなくなる。そうだね、そうだね、そうだね。そうだね、ゴーグルをキャリーバッグしまうや、色しまってから、あ、言ういけないみたいな感じになっちゃってるから。いけなかった瞬間、この後めっちゃ楽しい。この後、この後めっちゃ楽しい。ダメだこれ。いや、これダメだこれ。めっちゃ楽しいこれ。やめて。お前、神戸ふざけんなマジで。神戸ふざけんなよ。これダメだ、今だから言えるっすね。そうやね。これなんかあのバスの中で、あのバスの中で、バスの中で、バスの中でこのテンションに誰もなれない。誰もなれなかった。もう本当に。いけなかったらこんなんできなかったから。いや、これユウがもし本気でいけてなかったらこれできないっすね。そう、ユウがいけなかったら。全員いけたからこそやるんだけど。もしこれいけなかったら、この話しなかったから。もうコウメさん出してほしいって。そうね、調子こいて口がぼれたらチンコボール、チンコボールだ。何がチンコボールや、知らんわ。誰もみんなそこ全然するやん。全然さーなってからね。いや、それさ、もう何ですか、まだあるさ、違う違う、旅行中なんかさ、例えばなんかちょっとあるとさ、なんかみんなが、おい、孔明みたいな。孔明やばいですよ。そうそうそう、孔明、孔明まだ早いや。お前そんな言えねえだろと。で、さすがにもうそれもかわいそうだなと思って、もうみんな3日行ってさ、はい、終わって、最後ホテルチェックインした後に忘れ物出てきたんや。チェックインチェックアウトチェックアウトチェックアウトした後に。あ、部屋の中の忘れ物ね。チェックアウトで1個だけ忘れ物が出てきて、はい、誰の誰のって言った時の画像が、こちら。コウメさん、この瞬間忘れ物アリスがあった。この瞬間みんなが、またコウメがてか、そしたらコウメさんも一回吹っ切れて、こういうのは大体俺だからって言ってそれ部屋にこんだけ忘れるんだったら、ユウのことも忘れるわ。てめえ、キャップの被り方ふざけんなと。お前、そういうキャップ被り方。ごめん、うわ、びっくりした。コウメさんの左もし、カズヤ君かと思ってた。いや、これはカズヤじゃねえよ。カズヤじゃ、カズヤ。カズヤさん。カズヤさん。これカズヤ。これカズヤちゃん。もし、カズヤ君だと思ってた、今の。俺じゃねえよ。からの活躍アップ。俺は、ね、ああお前らいかい。お前らいかい。お前お前払いてぇ払いてぇ。いや、あれね、もうめっちゃ面白い。めっちゃ面白い。孔明旅行みたいになってたよね。めっちゃ面白い。いや、めっちゃよかったね。カズヤ君の写真の撮り方がやばい。カズヤ、なんで常に映っとるの。よう映るやん。俺、基本写真撮ってるから写ってるあれないんだけど。だいたいいるやん、あんた。おもろいっすね、こういう。面白い、ほんとに。でも、カズヤくんが一番現地人っぽかったっすよね。まあ、そうだね。ほんとに。カズヤちゃんだって、こいつ、最後、なんか、お土産買って、なんか行ったんだよね。あ、行ってる時に、なんか、はい、あれ、カズヤちゃんいなくなったみたいな感じで。なんか、あ、いなくなりましたよね。そう、いなくなったよ、ね。いなくなった。で、そう、いて、みたいな感じで、あれカズヤちゃんとも行ったのに、なんでいないのみたいな感じで、普通に市外に溶け込んでたって。おめ帰んねえのみたいな、なんか、こいつ一人でいて。しかもね、これね、めっちゃ面白い話があるんだけど、俺一人になったの。うん。そうっすね、あれなんかアイス買いに行くとか、そうなんです。お土産の会計待ってるとかの間にいなくなって。ああ。で、俺一人になって、これって誰も知らない話なんだけど、うん、今言うんすか。そう、一人になってお土産屋さん入って、うん、で、まあ、前回話したけど、バリってそのぼったくりがすごくて、あ、すごい、すごいっす。例えば100円のものを1000円で売ろうとか、あ、売るね、まあね。すごい、すごいね、うん、そういうぼったくりがあって、俺一人で挑戦してみたら、案の定まあ、最初 ね、高い、まあ、高いで来るっすね。定されますね。1000円ぐらいのやつを、うん、5000円、5000円で、あ、来るっすね。で、一人でめっちゃ、うん、いやいや、もういいから、いいから、みたいな、あの下りあったよ。あの下り、値下げの下り、値下げの下り。あの下り、前回はやったんですか。やったやった。あ、見てない人のために、もう一回ちょっとやる。これ、いなかった。ハウマッチ、これ。あ、これ、5000円、5000円。1000円。いや、5000円、これ、ダメダメ、5000円。5000円って言うんですか。5万ルピアって言わねえんだよ。4000円。4000円。じゃあ4000でいいよ。あ、帰るわ。じゃあ1000円でいいよ、1000円でいいよ。っていう、このくだりを絶対バレはやる。ルピアでやれよ、ルピアでやる。このくだりを一人で俺は、一人でやってた。一人でやったぞ。誰もいない状況でやってた。
まあそんな感じなんだけど。え、一人でやって結果値下げられたんですか？いや、もちろん。いや、もちろんですよね。100% っすもんね。でも、で、和也くんがやれ、和也くんがやれってみんなで探しながらホテル戻ったら一人でソファーに座ってましたよね。帰った。で、俺、この交渉してる時に最後に思わず出た言葉が、いや、俺現地民だからって。あ、言ったんすか？そして入れ墨はって言われてますよ。入れ墨はもう消えたわ。入れ墨もう消えたわ。入れ墨消えたよ。消えた。でもさ、なんかさ、入れ墨。でもね、違う、わし入れ墨あ、聞く。わし、わし、わし。あ、4人揃ってんの？4人揃った。4人揃ってんの？ほら、俺が、俺が中二だぞ。お前じゃん、こいつ、こいつ。お前なんだよ。お前まだ残ってる。いや、俺、残ってるやん。ガサガサっすよ。残ってるやん。見てみーよ、お前。見えるこいつさ、こいつ、入れるときに。やばいっすよね、これ。アップアップアップ。この入れるときに。汚な。汚な。これ、これ入れたときに。めっちゃおもろい一言言ったの覚えてる？いや、マジ、それは、それは言ってないですからね。言ってないっすから。マジ、ちょ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 、それは、ちょ、ちょ、ちょ、それは言わないでよ。言って、じゃあ言って、これ、待って、これ、タイミングで言うけど、このタイミングとかで言うけど、みんな酔ってるやん。怒る、怒る、誰も怒んないじゃん。その時に、なんか、なんか、俺が待つ、俺が入れて、俺の感じ。正式に言うの。正式に言うんだ。俺とカネちゃんが、俺とカネちゃんが、俺とカネちゃんが入れて、最初入れて、入れて、ライトさんが、で、ライトさん入れるやん。で、そんで、なんかその時、その後に格安腰入れて。格安来たんですよね。で、じゃあお前も入れろって。で、安いからっつって、俺とライトさんがめっちゃ怒ってんのよ。俺がもうめっちゃ怒って、もううぜえわ、勝手にしろやみたいな感じで、やってたら、なんか知らないけど、もう、もう、時間だから、ビーチも。ビーチも時間になって。俺もやってもらってる最中に。そう、やってる最中に。行こう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 とか言ってた時に。で、もう行く帰ろうって言ったら。時に。で、そしたら、こいつが、こいつだよ。ちょ、待って待って。今このタイミングでやったら、強しになるって言ってた。何やねん、お前。その、何やねん、お前。入ってるわ、今言ったら強しになるって。ちょっと途中だからさ、こいつ。じゃあ、ちょっと1分前だから、バリの、孔明ハイライトをお送りしてもらっていいですか？あ、そうね。バリの孔明ハイライト。悲しいとこからだんだん、うん、なんかだんだん笑い出すっていう。これ一発目ね、一発目、はい、この気まずい時ね。羽田空港行く前。はい、気まずい。これ、バス停空港行く前。まだブルーになってる。まだ気まずい。はい、ブルーになってる時ね。バリついた、バリついた。つきました。つきました。きました。はい、みんなでじゃあ、タバコ吸おうか。吸おうか。指見て指、アイラブクラム刺しちゃってるね。アイラブクラム刺しちゃってるね。でもこう中盤、最後は海で。もうゴーグルしちゃったよ。海で遊んで。何がアイラブクラム？はい、忘れ物。忘れ物する。孔明旅行。はい、ということでね。今回も面白い感じで終わりましたけど、面白こら、ね、本当に来週はちょっと孔明さんに真相を聞こうという、真相を聞こうということで、また来週。そぬいてビクビクしててはつかめないような刀、吐く石ばって胸を張って茨の道行け侍よ、強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、子供養いこの国を背負う侍たちよ、強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。